学校法人日本体育大学は日本の学校法人。旧名は学校法人日本体育会、日本体育大学などの設置者である。日本体育会発祥の地1891年、日高東吉郎により東京府東京市牛込区の成城学校内に創設された体育会を起源とする。日高は資金を集め、 東京府東京市神楽に第一体育場を開設した。それにちなんで、学校法人日本体育大学では、第一体育場を開設した同年8月11日を、創立日と位置づけている。2012年4月1日に、学校法人日本体育会から、学校法人日本体育大学に名称を変更した。なお、読み仮名は、学校法人。 日本体育大学ではなく、学校法人、日本体育大学である。日本体育会が1949年に同名の大学を設置した当初は、日本体育大学と呼称していたが、1981年以降は、読み仮名を日本体育大学に統一している。現在は、法人としての本部を日本体育大学世田谷キャンパスに設置している。 日本体育大学や日本体育大学女子短期大学部といった高等教育機関のみならず、日本体育大学エバラ高等学校、日本体育大学大科高等学校、日本体育大学柏高等学校、浜松日体高等学校、日本体育大学大科中学校、浜松日体中学校といった中等教育機関や日体幼稚園のような修学前教育の機関などを、 用しており、それらの学校を設置者として、管理、運営している。理事会のメンバーには、文部科学副大臣を務めた、理事長の松並健志郎をはじめ、国家公安委員会委員長などを歴任した泉、泉信也文部科学大臣を務めた、長谷博氏、内閣総理大臣などを歴任した、細川森弘の妻である、細川佳代子など、政治家やその演者も名を連ねている。 学校法人日本体育大学の本部が所在する日本体育大学世田谷キャンパス大学各校については略日本体育大学上原高等学校日本体育大学大家中学校高等学校学校法人としての日本体育大学に在籍した人物を50音順に記載し括弧内に在籍時の主要な役職を併記した教育機関 研究機関としての日本体育大学に在籍した人物については日本体育大学の人物一覧を参照されたい。ありがとうございます。